여러분들, 이 시크릿 존슨이라는 제품, 거기, 남자의 거기를 LED로 거기를 쬐서 혈류를 좋게 한다고 하는 거라고 하거든요. 오! 고급감! 간지러워. 어떡해! 이따라샤! 수고해보던애들 こちらを 使ってる 男は? かっこいい! 오, 오츠카레. 오네상 오츠카레. 오츠카레. 어. 수고했다스. 이 간지. 3회 ぐらい 전부 했다んですけど. 수고했다스. 뭐. 네, 파크의 집에 行きましょう. 行きましょう. 되게 보이옵니다けど. 파크의 집에 ちょっと 夜ご飯 食べて, 아, 마지막에 私の手でちょっと操作したいことがあります。 手、三田桜です。で、デビューはいつ頃ですか？デビューは2021年の12月です。おお、まだまだこれからですよね。そう。いや、本当面白い経歴があってグラビアから始めたんですね。そう。 グラビア 5年 やって 1ヶ月、2ヶ月くらい開けて別の事務所行って AV みたいな。ああ、そうですね。いろいろ多分聞かないといけないと思うんですけど、まあでも何がきっかけで最初グラビアになったんですか？グラビアはスカウトかな。おお、どこでスカウトされたんですか？道で。新宿駅。おお、すごい。そんな人多いのに。そう。 私音楽聴いてて何も聞こえてなかったんですけど、めっちゃ周りの人こっち見てんなって思って、イヤホン外したらちっちゃいおじさんが話しかけてきてたんですよ。おじさんだったんですね。おじさん。で、めっちゃでかい声で話しかけてて。すいませんみたいな。お姉さん聞こえてますかって言って。声声で。そうそう。おーいみたいな感じでやってたけど、私、あっち向いてたし、おじさんちっちゃいし、わかんなくて。そうなの。え、なんか変なおじさんの見た目じゃなかったんですね。 変だった。でも私ちゃんと聞いたんです。聞いてくれた。変だったけど話は聞いて。優しいですね。それで興味があったんですね。興味はあった。なんか小学校くらいからなんか足手足スラッとしてるねとか言われて、中学生ぐらいになってからグラビアとか AV やりそうっていう話が出てきて。マジですか？どんどんなんかそういう感じ。卵が。 確かにステイルもちよくて、あと、おっぱいがもう一般人にはもったいない、なるしかないですよね。まあ確かに一般食はちょっともったいないかもしれない。はい、それと顔もちっちゃいじゃないですか。なので、もう比率的にも、まあ、それですんなり飲み込んでチャレンジ。なんか、なんだろう、まあ今まで、はい、 学校でブスとか言われてたから。本当ですか？そうそうそう。それ、やってきましたじゃないですか。髪の毛こんなで、メガネかけて、髪の毛ボサボサで、下向いてみたいな。それはそうなるかも。そうそう。成功はまだあれば向けてない何かありますよね。そうそう。向けちゃった。向けてきた。今日一日一緒にいたんですけど、なんか飾らない、なんか、美しさがあるんですけど。ねえ、やった。パクいいこと言った。いいこと言った。グラビア時代はどうでした？正直。で、今、振り返ってみると。楽しかったけど、今の方が楽しいかも。へえ。で、グラビアされてる方にも多いんですけど、 まあ、協会は近いけど、なかなかこう来れないじゃないですか。なんで来れたんですか？なんだろう。まあ、ぶっちゃけた話だとお金の面もあるけど、もちろんもちろん。だし、なんか相手がいるかいないかみたいな。ささい、ささいって言ったらあれだけど、グラビアは一人で演技。そうそう、相手がいることで、まあちゃんとしたものを見せられるっていうのもあるし。で、絡みに関しての否定感というか、 なかったですか？なんだろう、なんか好意自体は好きだから。ですね、元気ですね。だからまあいいかなみたいな。なんかよっぽどダメな人がいたら嫌って言えるし。まあいないけど今のとこ。職柄で
偏見持つ人もいるじゃないですか。あー、います、ね、なので数年間で分かったんですけど、あ、うん、女優さんでも真面目な人は真面目なんだって言い方悪いですけど、人による、そう逆に言うと真面目な人こそ作品に全部ぶっ込むので、うん、演技じゃなくなるんですよね。そう、どうですか今手応えというか。いやー、もうちょっとなんだろう、 SNS の数字伸びてもいい、はい、伸びててほしいな。ツイッターが2万とかで、インスタが 8万超えて、インスタの方ってやっぱり、そう、インスタの方が数は多い。おお、どういうが好きですか。スが上手くなる自分ならではのコツとかありますか、視聴者に教えられる。もう前アドバイスもらったのはアニメ見た方がいいっていう。やっぱり想像力とか、うん、なんだろう、言葉とか顔とか、うん、それエッチじゃなくて AV に関してかの勉強か。でもめっちゃ一丁ですね僕は今日結構勉強されましたよこういうポーズあるんだみたいな。そう、初めて見るポーズ多かったよポージングも多分タミさん驚いてるじゃないですか、こういうのあんのみたいなでも結構足曲がるねとか。ああ、確かにさっきのファンクラブ生動画でだいぶびっくりしました今後の目標とかありますか。今後の目標、まあざっくり言っちゃうと、やっぱ売れたい、もちろん知名度が欲しいし。そうですね、まだ1年半そうで、売れて稼いでお家を建てたいです、はい、いつまで AV されるんですか。大体大体結婚するまでは。おお分かんない、彼氏できて結婚間近になったらとかかもしれないけど。おお分かんない、彼氏ぐらいじゃやめないと思う。そうですね、結婚まで行かないとやめないと思う。そうですよね。じゃあ最後に何か見せてください。見せる。はい、ここに、私の部屋で見せる。ここ、いや、こういうこと。はい、なんか見せ、なんか最後の。あ、じゃああれにしましょうよ、すごいポージング。あ、ポージング。ポージング、破れない範囲で。なんだろう。できるポージングを見せてください。服着てて映えるやつってなんだろう。